皆さんこんにちは、小場翔です。笹川です。はい、今日のテーマなんですけれども、共通テストがまた改悪される、現役教員が嘆く新大学入試情報1の大問題ということで記事を扱ってみたいと思います。まあ、皆さんもですね、共通テストの科目に情報が入ってくることは知ってると思うんですよ。そうですね。で、今の高校2年生の学年ですね、なので今の高校3年生の人は関係ありません。あの浪人生の方もね、関係ありません。ただまあ、あのもう1年ねプラスアルファで浪人するとかっていう形になると、まあ関わってくる話になりますし、まあ、現在高校2年生とか高校1年生の方は、まあ、戦々恐々とまでは言いませんけども、かなり気になってる方多いんじゃないかと思うんですよね。はい、なのでちょっと今回ね、記事扱ってみたいと思うんですが、2025年に国立大学がセンター試験時代から受験生に課してきた5教科7科目に情報が加わり、6教科8科目となる。この話題についてなぜという議論や困惑の声が湧いている、情報1はプログラミングが主体範囲であると、各大学は情報1をどう扱うのかを現在検討中であるようだが、現場は混乱を極めている。そもそも昨年の共通テストでは計19科目で昨年を下回る平均点をマークし、そのうち7科目は過去最低の平均点を叩き出した。この過去最低というのは共通テストになる前のセンター試験の時代も含めての過去最低点であると。ここまで聞いていて、もうすでに2020年代から始まった大学入試改革は改悪になのではないかとお思いだろうと。でもまだ判断を下すのは早いと。そもそもセンター試験を共通テストへと変更した経緯には、日本という国が社会や世界の変化に対応しようと考えたという事実がある。もっと詳しく言うと、本当はそんなことはないんだけれど、センター試験というのは与えられた選択肢から旋回を選ぶ問題だと思われていた。まあ、言ってることは間違いないですけどね。まあそうです。まあ、4択とか5択のテストですからね。はい、まあ、ただそれだけというか、そのなんか暗記大会とかでは、まあ、もちろん暗記の部分もあるけど、暗記大会だけではないと思うんですよね。そうですね。はい、長年繰り返されてきた結果、内容が分かっていなくても裏技的に選択肢を攻略する方法なども編み出され、もちろんその方法を利用するにはかなり高いレベルでの国語力が必要となるのだが、なんとなく世間的に誰かが作った選択肢の中から正解を一つ選び出せたらいいというのは、誰かの敷いたレールの上をうまく歩いていくことのできる能力を培っているだけなのではないかという空気が生まれてはいた。まあ、でもこれはほぼ言いがかりで、例えばですよ、じゃあ弁護士になるときに、ね、司法試験とか受けるじゃないですか。他の試験もそうですよ。マークあるじゃないですか。それは全部そうなんですかっていう。まあ、あくまでその共通テストとかって基礎知識を聞いてるわけじゃん。だから弁護士の、ね、司法試験の一番最初の、択一ですかね、試験も基本的にそうじゃないですか。基礎知識を聞くために、ただいっぱい範囲聞きたいじゃん、全部記述とかにするとやっぱ範囲時間的にさ、そんなだって、ね、1週間とか自動テスト受けさせらんないわけだから、マークね、浅く広く聞くと、で二次試験とか大学の個別入試で、まあ、狭く深く聞くというのが基本的なことじゃん。はい、そうですね。なので、まあ、僕は別にそれだから、もともと問題はないと言っていたんですが、まあ、世間的にはそういう意見があったと。ほう。はい。でもこれからの社会を生きていくために必要な能力は、自分で考えて自分で判断していく能力だというのが国の言い分。まあ、それもちょっとまあ僕も言いたいことあるんですけど、まあ置いときましょう。はい、その力を身につけさせるために、まず行われたのは新しい教育課程の設定で、ついで大学入試制度の変更だったのだと。知識が身についているのかを問う教育はもう古い。なぜならスマホに入力すればスマホが何だって教えてくれるし、何かについて説明したければ AI がその説明文を作ってくれるから。だからこれから求められる能力は、自ら問題を発見し、多様な人と共に解決していく力。というところまでは納得ができるのだけれど、そんな能力をどうやって試験で点数化するのかというのが共通テストに課せられた問題なのだと、そしてその問題を解決しないままに実施が行われているから改悪とか改善化という議論がやまないのであろうと、今回はそんな共通テストに疑念を抱く受験指導に携わる高校教員の方々から話を聞くことができたということなんですね。はい、でこれ別の記事で続きがあるんですよ。はい、でちょっとそっちもね、続いて見ていきたいと思います。はい、2021年からセンター試験に代わり、云々共通テストということで、何人かの高校の先生に話を聞いたと。で、1人目の方は桃子さん、40歳仮の名前ということなんですが、私は改悪だと思っています。特に国語という教科については、今まで通り文章を読んで、その文章についての問いを回答するという形式で、問題発見能力も人と話し合うために必要能力も養えると思いませんかという話なんですね。別に僕もそうだと思います。確かに、はい、国語という教科には全て詰まっていると私は思っています。著者の意見を理解して聞かれていることに回答できるということは、話し合いなどの場で自分以外の他者の話をしっかり聞いて理解する力があるということでしょうと。問われていることに明確に答えられるということは、問題を解決していることになるんだと思うしと。
うんね、ただ共通テストに新たに加わった資料データの読み取りは解約ではないと思いますと、うんまあ、なので資料データの読み取りとかっていうのもね僕もね、うん、別にあの悪くないと思いますね、はいはい、で国語に関してはこういった問題が導入されるにあたり2025年には1問の独立した大問として追加されると、うん、でその問題追加により試験時間が10分間増加する予定だということなんですね、はい、ただ試験時間がなくなるということよりも内容を見ていくべきなのだと思いますと、はい、2025年に追加されるのは実用的な文章の読み取りといった問題、うん、報道や広報の文章、会議、裁判の記録、報告書、説明書、企画書、提案書などの実務的な文章に加え、法令文や電子メール、ネットの情報を実務的な文章と捉えているということなんですが、はいまあ、ぶっちゃけこれほぼ TOEIC みたいな話ですよね、うん、確かにそうですね。 TOEIC 日本語版みたいな、うん、でもじゃあ TOEIC 的な問題が本当に国語力なのかって言われるとちょっとまあ微妙、うん、そうですね。そうだから別にね、はい、本質がどうだとか言わずにね学習指導要領に基づいて、まあ、やれることをきちんと問題として出せば僕はねいいんだと思うんですけどね、うんはいまあ、そんないろんなね意見があって、まあ、あるんですけど他にもまあ記事は続いていきます、はいでまあ、今回ちょっと情報が、まあ、タイトルには入っていたんですけどちょっと釣りっぽくて申し訳ないですが、はい、あんまり情報の話はこの記事には書いてなかったんですが、確かにそうですね、はいまあ、ただやっぱりその情報とかすごい気になってる人もいてで、はい、一部例えば僕 の, あのお知り合いでもあの藤原先生というね、はいはい、先生があのゼロから分かるね情報を出したりとか、うんまあ、そういったあの本当にスタートラインの参考書とかが出てきているので、はい、まずはねそういったものを購入してやってみるっていうのも僕はいいかなと思います、はい、ただ、まあ、結局ですねその、まあ、共通テストがいい悪いっていうのはもちろん僕も言いたいことめっちゃあるんですよ、うんはいはいはい、てか言ってますしね動画で言ってますね、うん、何回もただ結局ですよ決まってしまったことに対していくら文句を言っても受験生はやらざるを得ないんですよ、うん、今更変えられないですからね。そうなんですよ、まあ、今更変えられないっていう、まあ、あのなんていうかな別にね受験生が悪いわけじゃなくてね、まあ、その押し付けられてるわけだから、はいはいはいまあ、かわいそうなんだけどもただその僕らはいいですよもう受験しないからさ、うん、YouTube で好き勝手ねああだこうだおかしいとかって声を上げてればいいんだけど、はい、でも現場の生徒さんはやっぱ苦しんでいるわけ で, そうです、ね、やっぱり僕らがやるべきことはなるべくその生徒さんとかが勉強しやすいように、まあ、参考書を研究したりとか、うんまあ、動画出していろんな人にこう知識を広めてもらったりとか、うんまあ、そういう部分なんだろうなというふうには思っています。はい、はいまあ、なので、まあ、ぜひちょっとね情報に関してもこのサブチャンネルかメインチャンネルなのかわからないですけども、うんまあ、これから僕らもね積極的に情報発信していきたいなと思うんですよね。はいまあ、ただ難しいのはやっぱりまだ今の時点で情報って意識がすごく高い人は注目できているんだけど、うん、正直情報を使うのか使うのかすらわからない高1、2世もいっぱいいるじゃん。いますね。そうです。そうなんですよ、うん、だからそういうだからまだそのアンテナが向いてない子に向けて発信をしても、うん、なかなかそのそもそも発信を受け取ってもらえないというか、はいはいはい、そうでなって結局高3とかになってどうするどうするみたいになってっていうのがあるので、まあ、少しずつね、まあ、まあから僕ら自身も啓蒙、まあ、啓蒙別に偉そうに言うわけじゃなくてね、うん、その啓蒙というかその情報発信というかねあの情報共有をね含めてやっぱりね YouTube を活用していかなければいけないなというふうに思いましたね。はいうん、ただやっぱりそのなんか文科省とかが最近やろうとしている入試改革とかが、うんまあ、僕はですよいい方向に行っているとはなかなか思いにくいなというのは個人的な感想ですかね。確かに僕もそれはちょっと思いますね。なんかちぐはぐしてるような感じはありますよね、うん、なんか明確にやっぱり僕はねやっぱ今の時代って役割の時代だと思うんですよ。役割の時代、役割分担、例えば、はい、昔って男はこうだ女はこうだって時代だったじゃん。ありましたね。とかね、サラリーマンはこうだ、はい、公務員はこうだ、自営業者はこうだってこうレッテルを貼っていった時代じゃん、はい、だけどそうじゃなくて今の社会って全体見直して、例えばね、うん、男性の方がいわゆる主婦ですよね、夫の方の主婦やってもいいし、うんまあ、女性がやってもいいし、もちろん共働きもベストだし、女性もどんどん社会において活躍していただきたいし、例えばねお子さん産んで子育てした後でも社会復帰できるような社会にしていくべきだし、会社側もそういう体制整えていこうぜって時代じゃないですか、うんはいまあ、それはさっきもそうね、公務員でも例えばサラリーマンでもいろんな人がいるけどもいろんな働き方があっていいじゃん、ありましたよね、はいまあ、これも賛成か反対かっていうのはあると思うんですけども、うんまあ、以前ね ちょっと前にね、人事院がね国家公務員の週休3日制がどうのこうのみたいなことをねメッセージ出したりとかもありました、はいまあ、やっぱりいろんなねこう多様性がある中で、でも多様性じゃみんな違ってみんないいから、うん、もう無秩序でいいですじゃないと思うんですよ。そうですね、そういう時代だからこそ役割分担で、別にねレッテルを貼るんじゃなくて、じゃああなたはこういうことをやりましょう、うん、あなたはこうですよっていう時代なんだけども、はい、だ逆に言うとやっぱ入試もそうだと思うんですよね、うん、やっぱり共通テストはこういう役割ですよ。で確かに時代によって変わるかもしれない、はい、そう以前は例えば共通テスト利用入試とかもあんまり、ね、多くなかった、昔大昔はね、はい、けど今すごい多いわけ、うん、だったらじゃあ共通テスト利用入試がやりやすいような少し問題の出題の仕方を変えてみましょうかとか、はい、それはいいと思う。そうだけど例えば大きなまず前提として共通テストは基本的な知識を測るためのものですよと、
ね、逆に言うと二次試験で個別具体的な深掘りの、ね、問題を出したりとか、例えばより思考力を問うような論述問題をしっかり出していく、そういう入試に変えていくべきじゃないかなと僕は思うんですよね。はい、うん、なので、まあ、個人的にはね、まだまだちょっと文科省が言いたいことがね、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、ただね、今回は情報の話があったんで、まあ、皆さんもね、ちょっと情報に関しての科目はぜひね、いろいろと、まあ、情報を集めてみてください。はい、まあ、うちでも結構動画は出しているので、まあ、そういったものを見てもらうのもいいと思います。はい、はい、というわけで本日は以上です。最後にご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。受験生版タイガーファンディング、志願者募集中、詳しくは概要欄から。